その後出所してきたばかりの若頭は自分の家族の待つ家には帰らず、本部から車で30分ほど離れた組長宅に向かった。組長の奥さんに挨拶するためである。この世界では組長の奥さんは姉さんと呼ばれる。しんどかったやろ。うん、ご苦労さん。まあ元気そうで。おじゃあ。また頑張って。いらっしゃい。え？いらっしゃいなってな。いやもう。ねえお前。まだ向こうで病気せんかった。腰が上げめようなもん。腰。うん、寝ないじゃん、腰立て。やれやれや、まあもうな、竹さん。な、帰ってきてくれてね。まあもう。よし、服しやろ。何もないけどね。あっちで。はい、慌てこい。みんな、あれしや。この日、組長の奥さんは、若頭のために手作りの料理を用意して待っていた。ささてし。それはどうも、長い間、ご苦労した。どうも。はい、よし。元気良かった。そうだよな。体が良かった。前の時よりもマシやな。前の時はもうえらいやった。そうそうそう。出てきた時な。やっぱり正直になれやな。なれちゅう前の時はな、ほんまに良かった。翌5月5日。総本部のシャッターが開いたのは午前8時30分。ここには下部組織から爪と呼ばれる揃いの服を着た本部詰めの若い衆が5人泊まり込んでいる。15日ごとに交代する彼らはいわば総本部の世話係。玄関には清めの塩。そして神棚。幹部しか立ち入ることのできない部屋で、事務長がパソコンに向かってデータを打ち込んでいた。これでか。これはあのこの衆議やってますね。衆議の一覧表。これ何に対する衆議？方面ですわ。あの頭の方面の。あ、若頭の。ああ方面の。はい。ということはそのリストをこうパソコンに。そうですわ。まだあの返さないといけないんだからね。全部でいくらぐらい？ああ、それは言えまへんな。それは言えまへん。そう言うたら税金かかる。午前10時、昨日出所したばかりの若頭が現れた。おはようございます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 。ケーキはどのぐらい？ケーキは1年10ヶ月。はい。まあ、罪状というか、まあ、どういう？トマコ会長を取り。はい。保釈なんかあったんですか？保釈金は2000万円ですわ。殺されるより、な、生きて、懲役、辛い懲役でも13年15年でもいたら生きて帰ってこれるんやからね、やられる前にやるという主義ですわ。
やられたら遅いですよ今の時代は、ね、家の中入ってもたら悪いやから。例えばね、ね、今現代入り口ドアでどこの事務所でも鉄板はめてるんやからね。そうでしたろ、入ってこられへんねんから、モニターテレビついてね、誰が入ってきたらすぐ分かるんやからね、やられたらもう遅いですわね、やられる前にやるっちゅうモットーですわ。生まれ変われるとしたら、うん、もう一度やりますか。生まれ変わるとまあ坊ちゃんに生まれたいな、坊ちゃん。いやおたくらもかってインタビュー行きでやね、ええ、こうやって偉い仕事を何時間も働いてこれ帰ったらやっぱり家内を怪しのていかなきゃいけませんやろ。違う、うん、こんな坊ちゃんでもらえたらこんな仕事さんでいいへん。そうでしたろ、何も考えんと、うん、やっぱり坊ちゃんやね、あちらも、うん、総本部の2階にある事務所の中央には大型画面のテレビとともに監視用モニターが見られるようになっている。表通りを中心に数台のテレビカメラが設置されている。この日ノンフィクション作家郡司貞則が組を訪ねた。これ重いな、随分こんな厚さがある。全部鉄ですね。ここが大体事務所、ここは事務所というサイズいうんですかね、まあ、はい、事務所よりちゃん大きいオフィス、オフィス。はい、これはあの幹部のスカーフェアです。幹部で一番奥にあのブルーの椅子がありますけども、ブラウンの部屋です、あの椅子ですよ。これはもう必ず親分、はい、親分以外は座っちゃいない。はい、で後ろに写真がありますけれども4代目と3代目、3代目の田岡さんですか。はい、でこの波紋状除籍通知状とありますが、これはどういう、まあ、これからあのこういう人との付き合いをしてくれるんだと。あ、ということはもうこの書状が回っちゃうと、もうこのここに書いてある名前の人はもう全部この世界では生きていけない。そうです、こういうことですか。はい、あとここにですね、これは渾身法と読むんでしょうか。はい、3つ、これあの剣道の竹刀ですか。これ長いのとちょっと短いのとありますけども、これはどういった、またいろいろね、これあの歩いててですね、こういうあの、まあ、廊下っていうんですか、大体人一人がやっと通れるぐらいですよね。意識してやっぱりあの狭くて作ったんですか。そうです。どうしてですか。あのいろいろとね、はい、あの万が一構造不全で、はいはい、備えて、あの部屋をこちらへ。そして3階、それでここにドーンとこの大広間があるんですけどね、するとこちらであの催し物が行われる。そうです。例えば最近ではどういう催し物が行われたんでしょうか。まああの酒好きごとですわね。はははは、これ旗がありますね。ちょっと、これ二代目難波康文と書いてあって、これがあの大門ですね。直参というのはつまり、こちらの親分から難波康文の親分から、から杯をもろてる門が約100名です。100名。はい、つまり一番地が濃いという方々ですね。そうですね、この100人と、はい。その100人についてる若い人がおるわけです。はいはい。服役をしている方も。今こちらの組では何人ぐらい。そうですね、約1割50名近く入ってます。今うちで特攻隊長が6年、6年いてますね。どういう役割なんですか、その特攻隊長というのは。その通りですわ、特攻隊長いうね、抗争が起こった時にの隊長ですわ。うん、ちょっと自分でもかぶんなきゃいけない、かぶんなきゃっていうか、その最前線に出て行って。そうです。
まあ、それはこの世界 の, 花形違いますか。あ、花形ですか。大西さんは子供さんは3人おります。はあ、ええ、もうかなり、会社を長男が会社してます。次男もが喫茶店、で下が女の子ですね。まだ学校行ってます。高校1年ですよ。女の子供さんは私立高校ですか、それとも公立高校ですか。私立です。私立で、やっぱ職業欄とかありますでしょ、そういう、今どういうふうに書いてるんですか。